やっほー。何回だ？1月初っ端が32だったから、日中中して32、33、35? ちょっと私と計算じゃない、計算は合ってるの。314週目？あってことは35だ。はい、35回。虹色鉛筆一緒に、あ、消しちゃった。第35回、虹色鉛筆一緒に、聞こうの回。いたー。このまま続くと、すごい、右手が大丈夫しか来ない。もうこれ聞いてる人はメール取ってる人だ。なんか見た感じわからんよ。こっち晴れとんかね、やっぱ。これこ、そう、今日こけた。今日そう、お仕事だったんですけど、お仕事行く前にそう、すごい家でこけました。そう。ご検討晴れてるよね。なんかね、そう、じゃラジオでね、前置きでね、詳しく話してるからね、なんか詳しく話すのなんかね、ちょっとラジオのネタバレになるかなって来週のね思うんだけど、とりあえず私は靴下を履こうとしただけ。でもあれなのかな、劣化したのかな、からな、靴下履こうとしたらなんかふらついちゃって、でそのちょ、正解はあの来週の瀬戸胸を聞いてほしいんですけど、ふらついちゃって、でそのうわってなったその瞬間に、私は自分のこける落下地点をパッて見た時に、あるものがあって、そう、あるものがありまして、ここは避けなきゃ、多分ここに落ちたら痛いと思って、クロンって回転して、バンって手についたところがまたちょっと厄介なところで、右手に全体重かかって、結構私今日家ギリギリで出たんですけど、なんかやばい、急ぎ急ぎって感じでやってたのに、こけてここジーンってなって、もうね、多分5分ぐらいね、ベッドでこうなってた。痛い5分ぐらいなって、でも仕事だったからやばい、行かなきゃと思って、もう自転車バーって漕いで行って、ちょ、チャリ駐輪場止めて、間に合ったんだけど、集合の4分前に着いたんだけど、そうで、なんかそう、お仕事で私な癖でわーとかやりがちなんですけど、ここに当たったらもう痛すぎて、私今日ずっと拍手めっちゃキモいやつみたいな。今日の集落永遠に拍手キモいやつだった。なんかそう、なんか始まりましたーとかは拍手キモいやつで、そうで、まあ帰ってきて、でまあメールに送ったりとか、そのラジオでその前置きとして、あのこけて今右手やってるみたいなことを言ったから、そのラジオを確認してもらってるマネージャーさんがもうすごい心配してくださって、大丈夫ですかって言って、何時頃の話ですかって、12時頃の話ですみたいな。でもそれでから5時間ぐらい経ってたから、長引いてるじゃないですかみたいな、どれくらい痛いんですかみたいな。でも痛いのは痛いんだけど、なんか別になんか折れてんなって感覚は別になくて、なんでめっちゃ痛いのよ。どっちだよ、痛い、癖なんだってみたいな、痛いのなんか、これも痛いよ。だから私は別、もう今別に怪我してもいいと思っててダメだけどね、あの公園、2月に
僕たちの恋の予感って僕恋公演があるんですけど、それまでに治っていただければ今別に重症でもいいやっていう。そう、聞き手なんや。そう、メール打つのもめっちゃ痛いし、そう、なんかでも今あれ、スプレーの湿布やってる。湿布自体なんかあのスプレーの湿布やってるんだけど、なんかこういうバンっていうその予備動作だけでもズキンってくるから踊れないのよ今。今踊れなくて、だから2月の公演だけまでに乗っていただければいいなっていう。でなんか「チューしようぜ」っていう楽曲があるんですけど、そう、「チューしようぜ」右手マイクで持ち替えたりとかパパっていうその移動があるから、で結構あのまさか ここがこの公演の難点だとは思わなかったんですけど、手をつなぐ振りが多くてですね。で私しかもね、手をつなぐ振る、手をつなぐ曲全部こっち側なものでこっちで手つなぐんですわ。いてーっていう。そう、でまあ明日も続くだったら明日の話し会前にとかお話し会後か、まあ、別にあれ病院に行きましょうとなってるんだけど、そう、運の悪いことに全部こっち側で全部こっち手をつなぎながらもそうだ、チューしようぜだけはこっちかな。そう、あ違う、チューしようぜもこっちだ。あチューしようぜもこっちだし、手をつなぎながらもこっちだし、愛しきライバルもこっちだし、あら右手国士くん右手国士くん誰だよ。そう、全部こっちで、だから僕恋公演までに治ればいいなとは思ってる。けど明日もお話し会だから、明日マネージャーさんいるからもう手の様子見せて。でも私結構自分から病院行かないから、まあ、強制的にいつも迎えに来られて連れて行かれるタイプだから、そう、夜だった夜でも病院やから、いや私の言い訳は空いてません、もうこの時間空いてませんっていう言い訳を使うんですけど、緊急外来ありますみたいなのをいつも言われて連れて行かれてた。なんか熱一回出た時があって1年前ぐらいに、その時連れて帰った。いやアンドロイドどこやったっけ、あった、虹色鉛筆、22時55分から STU48 石田みなみの虹色鉛筆っていう私の冠ラジオがキス FM 神戸さんの方で放送されるので、私は広島県にいるので兵庫のラジオはねラジコのエリアタイムフリーを使って聞くんですけど、兵庫の方はエリア内なので聞けるので、エリア外の方は、まあ、その有料にはなっちゃうんですけど会員登録エリアタイムフリーの登録をしていただいたら聞けるので、一応聞けない方法、聞ける方法はあるということで、で私は虹色鉛筆をつなぎます。YouTube 見ててさ、あの髪の毛直しながらで、そうリサめっちゃ簡単、リサさんのホムラがなんか広告の流れで今離れん。あれあ、ログインしなきゃ。うん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 、そうよ、 FM 大阪と間違えないでね、それ先週の私だから。先週の私だから。あれ？あったった。キスFM神戸、オッケーオッケー。あ、ちょ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 、待って、めっちゃヘッドホンつないでなかった。
つだ。音が鳴らん。え？iPhone につながってる。そんなバナナ。え、Bluetooth って1台にしかつなげない？今こっちで多分つなぎ直せたんですけど、こっちでつないだら大丈夫？ アホの子 こっちで繋がんとダメなの？もう、こういう時に本当に電波調子悪いの、うんってなる。なんでこっちで繋がん？もう、なんで？ムカつくな。オッケー。キッス FM 神戸スクールブロック合ってる、大丈夫。もう一回やっとこう、怖い。やっぱりすごい乃木坂46さんの声がすると思って、外したら怖いなと思って今言わなかったんですけど、合ってる。声聞いたことあると思って言おうとしたけど、なんか知ったかだった場合が怖かったから、めっちゃ静かに検索したんだけど、合ってた合っていた。ちょっと時差あるな。ちょっと時差あるのか、みんながコメントしてくれてないのか、どっちだ。あ、で、今私の発狂コメントみたいなの来たから、ちょっとあるのか、やっぱ。テレテレ。すごい、尊いが一番最初だけど、尊い花束、ハートありがとうギフト。してないのかも。よくそんな傷つくことを知れと言ったな。自分で聞いといて。してよ、じゃあ。コメント少ないなと思うんだったら。お、こんばんは、ラジオ聞きに来たよ。お、あと9分。あ、アウトオブザブルーだ。これダンスかわいい。4期生さん、うん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 、
かわいいであった感じだ、めっちゃかだまさかまさかの急展開、なんかスクールブロックさん結構乃木坂さん出てる、前もあった乃木坂さん、坂道さんが結構出てるイメージある。今日の作文誰だろう、28が何だろう、28最近撮ったやつか、これだ、あいるんじゃないかな、探してみよう今日の人、コメントしてなかったわかんないな、いるかな、アイコン多分これなんやだよね、アイコンで探そう、あ、かぶってもう見え一回、うーん、いるかな、わかんないわかんない、よくとか普段ならいる気がするけど、今日は口が赤い、いつもと同じです、分かんなかったえ、こうやってあの東大元暮らしで壇上にいるとかない、いないよ壇上勢、あ違うのかまさかの急展開男女勢の希望を壊す。ちょっとランキングを見る今日の。あでもおらんな。いないわよ。いなかった。通知来た、あと5分ですね、あっ、そう探し、なんか作文読むならさ本人いた方がなんか裏話聞けるから好きなんだけど、おらぬ気がそろー、おらぬ気がする、いた、めっちゃブキッつって今今日22時のギリバド出れなかった、めっちゃ配信の準備してたら、そう気づいたら始まって5分後ぐらいで開いた、もう終わってたギルバド明日までだからなるべく参加したかったんだけど、かいかいかい、たー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 、え、しかも聞いてほしい、明日で感謝祭のギルバド終わりなんですけど、まあ12時19時22時とあって、まあ、19時がもう
もともとのメインの試合なんですけど、出れないかもしれない。お話かーい。なんか、仕事もあるから、そういった時はあるのは仕方ないとは思ってたけど、最終日と思って。そう、前も、昨日も多分、一昨日からも出れなかったし、なんか自分がいたら勝ててるのかとかもわかんないけど、それはもう結果論、たらればでしかないかわかんないけど、そう、なんか自分がいて負けるならあれだけど、自分がいなくて負けたら、なんか負けてたら、あー私のせいかってなっちゃう。そう、そう、そう、明日最終日に出れないかもしれないのが一番悲しい。でもなんか抽選だとはいえ、私にそのチケットみたいなの送って、そこから抽選で入った方々だから、そう、入りたいと思ってやってくださってるから、なんか最初の頃になんか自分強くないですとか、なんかすごい言ってる方もいたんだけど、全然感謝祭だから楽しんでやろうっていう気分で、そう、楽しんでやろうぜって思ってるから、今の感謝祭のメンバーで。でもなんか好きですけどね、私戦い方とかなんか自由にやらせていただいてるから。いてててもうナチュラルに顎を置くな、こっちどけ、痛い。え、ねえ、思った。やっぱ A リーグって強いよね、思った。なんか、そう、19時は、A リーグ、リーグ組まれてるんですけど、A リーグなんですけど、私。で、なんか19時は絶対 A リーグのメンバーと当たるんですけど、なんか12時とか22時で、なんか違うリーグのギルドと当たるんですよ。で、そのギルドに私たちのギルド勝って、で、なんかなんとなく、そのリーグ戦見たら、その私たちが勝ったギルドが、今私たちが A リーグでやってる勝率より高くて、そう、うわーってなった。あーってなってた。そう、だからって言って、なんかもしかしてあっちにいたとしても、相性とか戦術で負けてた可能性もあるけど、そう、いやーってなってた。ほのたんと福ちゃんの決定戦。あかりやってんのかな。血並べ対戦、全然ありがとう。あ、始まる。あ、違う、 CM だ。え、すぐこの覚えたもん、いつものやるみたいなやつ。当てた当てた。いつもの、いつもの、いつもの幸せ。でで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 。やべ、FM 大阪聞いてた。それ昨日じゃない、先週の私。先週の私、みんなキス FM 神戸さんでした。もう始まりますよ、虹色鉛筆。始まった？私多分もうちょい。来た。キンカンカンコーン。アホな顔してる。お送りします。あとどれくらいこのやつができるのかな。二重鉛筆1月22月か、来週から。はあ、医療と教育の神戸トリオ大学でん。
皆さんの子供の頃の作文やお子さんの作文を私 STU48 石田みなみが朗読をする番組です。今週はキスネーム神戸のマーチさんの作文お正月です。ね、いる？今日見かけないよね。初見です。私の冠ラジオ聞いてます。これの感想思い出した。賛否両論なのかもしれない今日の感想。え？変わった。独り言で語るくらいになった。うわあ！うるさい。新曲だ。それ新曲だ。え、今静かにって言われた。じいさん。聞いてない。あれ？カットされた。絶対。え、今言った？言ってないよね、絶対。絶対カットされた今。ダメな判断された今。え？賛否両論部分、わっとカットされ、え、聞いてなかったかな今。ん？いなかった。最初の反抗は空気がす。ここ二人。あき。これなんて曲だろう。 STU の6枚目だよ。独り言で語るくらいなし、独り言で語るくらいならです。めっちゃ感動今。ミュージックビデオね、本当に、あのさ、あの今があるのもお母さんのおかげなんじゃないでしょうか。さてってなってた今。みんな覚えてないかな。さて ST48 で白いね二重連筆では子供の頃の作文お待ちしていますってなってた。今があるのも神戸のまいちさんの今があるのもお母さんがそうやってやっててくれたおかげじゃないのでしょうか。さてってなってた。なんとあるね、そのカットされたね。痛っ。ちょっと手痛めてて、私その後に一つワード入れてて一つワード入れててちょっと当ててほしい。あ、本人いるじゃん、ラジコできる。なんでいないのよ、めっちゃ探してたのに。ずっといないなって、5分間ぐらい私神戸のマーチさん探しに使ってたのに。そう、じゃあ当ててほしい。今回の二重連筆で何の問題だよって感じだけど、今がそのお母さんにお年玉を全部募集されたっていう神戸のマーチさんの作文だったんだけど、そうやってお母さんが撮ってくれてるのは私その神戸のマーチさんの将来のためとかなんじゃないでしょうかみたいな。今があるのもその時の神戸のマーチさんに今があるのもそうやってお母さんがしてくれてたからじゃないでしょうか。
さてって本編ではなってたんですけど、私はこの間にないのでしょうか、ほにゃららら言ってからさてって言ってるんですけど、関西人がよく言うやつ関西人がよく言うやつそう言われたよ、マネージャーさんにも言われたけどさ関西人がよく言うやつ。おお、すごい、知らんけど正解そう、今が神戸のマーティさんの今があるのもそうやってお母さんがしてくれてたからじゃないでしょうか、知らんけどって言ってさてってやって、そうマネージャーさんに提出したら、なんかこれ知らんけどいらなくないですかって言われて、なんかめちゃくちゃいいこと言ってるのに知らんけどで、なんかそのあんまりな気がしますって言われて、で私これちょっと感想をあのよくしようってよりかは、その関西のラジオだから関西を入れていこうと思ってって言って、で一応通してみますねって言ってやったらカットされたそう私はその感想はここまでで終わってて、私の中の兵庫の関西の兵庫の関西のやつを入れて、まずマネージャーさんにそれ言ったら、知らんけど何ですかそれって、ってかまず信憑してないから、その関西人以外が聞いたら冷たい印象になるから、多分関西人、今関西人の人がいたらあーねってなるけど、別に知らんけどね、そんな意味ないんですよそうオチが多分求めちゃってそう知らんけどってそう言葉は冷たくするけど、関西人はそんな知らんけどに意味を持って使ってなくて、そういうのを関西人の特性をいじっていこうと思って入れたらカットにやれたそうだから賛否両論ってあの20連筆聞く前に言って、そう関西人にはウケるけど、でも関西じゃない方からはこれ言わなかったんじゃないですかって、私多分後日感想言われるかなって思ってたんだけど、でそれをあの言われてでも入れたかったワードだったけど、カットされたから、あの本職の編集の方が聞いていらんと思われたってことはいらないんだよ学びましたやばい、ちょっと楽しい。これ同時配信しなかったら気づけてないからね、あの一人で聞いておーってなってたから、こうやって今あの問題に出したのはこうやって同時配信してるからじゃあ10分から瀬戸宗聞けますね。10分から、神戸のマーチさんはいてくれてよかったね。お年玉募集されるのよく、私もね貯金箱自体募集されてたよ。ちなみに来週のこの週と来週の瀬戸宗二十連筆をいつも2本撮りだから両方同じ日に出したんですけど、多分この日テンションおかしくて撮った時だから、来週もカットされそうなワードを入れてしまってる、使われるかなそう来週も入れてしまってる。そう多分おかしかったよねこの日多分。でも それはマネージャーさんには何も言われなかったけど、どうだろうてか瀬戸宗アニメのラジオなんだけどさ、そのメールで言ってたんだけど、そう岩田ひなに野良神をおすすめしたら、あの子ドハマりしちゃった今日 LINE 来て、みーちゃんがおすすめしてくれた漫画面白すぎって聞いて、やっぱ好み似てるなと思ってそう今んとこひなにおすすめしたやつは全当たりしてる。ひなにそうハンターハンターとエンジェルビーツと今一緒にシャーロットを見てるけど、あのシャーロットを見てる時はまだコロナがそんなひどくない時で集まれてたんだけど、ひどくなっちゃって集まれなくなっちゃって見れてないんだけど、そう見かけとかね、超 見かけのアニメがいっぱいある。やっと私恵比寿さんが好き、大人版、あでも子供の恵比寿も好きだし大人の恵比寿も好き。瀬戸宗、瀬
系統もね。でもトット様はね顔は好き。これ女性にしか分かんない、そのなんか女性の好きかも分かんないけど。セットマネ準備 OK。 ひなはねびっくりするぐらいおすすめしてから見る早いんよ。なんか今までいろんなメンバーにおすすめして誰も見てくれてなかったよ。そうで、なんかミュウミュウとか多分4年前ぐらいにエンジェルビートおすすめして見てたみたいな。だからミュウミュウと私はアニメの好みは似てなくて、だから私どちらかっていうとおすすめしても見てくれないとか、なんだろう、いつか見てくれたらいいなと思っておすすめしてるから、そんなすぐ見てくれなくても別にいいんですよ。だから逆になんか早、ひなが早すぎてそんな人いるんだと思ってびっくりしたから、なんかもっとおすすめしたくなっちゃっていろんなものをおすすめしてる。そうそう、地獄楽も地獄楽おすすめしたっけな、しようと思ってしたのか忘れちゃった。私も里もね準備 OK です。そう、でもな、ひなが見てる漫画はあんまりなかもしれん。なんかそういう少年漫画系もひな好きなんですけど、なんかすごいなんだろう、恋愛コメディみたいなやつもひなめちゃくちゃ好きで、そうなんかキュロンってした感じの、それをよくおすすめされて。そう、いててて、そう、でもね、なんかそのね、おすすめされた時はほうほうって感じだったんだけど、なんかインスタの宣伝でそれが出てきて面白そうだったからそれ見たいなと思って、なんち名前忘れちゃったか、また言うわ。こんばんは、朝方大佐ありがとうございます。え、私朝大丈夫ですか、大丈夫でした、朝意識ないんですよ、七並べ。なんかね、気づいたらゲーム回ってることとか多々あって、今私絶賛なんかこび売り中じゃない。すごい言葉出るのが良かった。すごいなんか石田みなみ大セール中じゃないけど、スタンプとサイリウムめちゃくちゃやらんタイプだけ、なんかこの月だけ自分に元気を与えるためにやってて、でもだからそれを知ってる人たちからしたらなんか、あれこのみーちゃん不愛想じゃんみたいな。そうって思えるぐらい気づいたらゲームが終わってることが多々あって、とかなんかなんかこうやってパッと起きたらなんか1位の人上がってて、やばいやばいってクラッカーしなきゃと思ったら、その瞬クラッカーした瞬間にバーストした人がいて、なんかバーストした人にクラッカーしたりと か、 なんか朝の私はダメですよ、絶不調。あ、だから朝に当たってあのめっちゃ不愛想じゃんと思ったら、あの意識が飛んでると思って、ね、楽しくやってるんだけどその意識飛んでることは否めん。だからこうやって、あ、サイリウムめっちゃ振り返してもらった、じゃあ起きてた起きてた、よかったよかった。いや、たまに消えるんよ意識、ふってふって消える。そう、なんかめちゃくちゃ称号して、私の称号やってくれてる方多くて、私自身もなんか全く七並べをやりませんって人ではなかったのよ。だって何もない月に自分の十傑入ったりしてたから、なんか何も七並べしてませんって人ではないけど、そう、 今今月ぐらいの回数をこの1ヶ月でしたのはさすがに初めてだから、なんか私の称号をつけてくれてる方がめちゃくちゃ増えて、そう嬉しい。そう、あ、出演ありがとうの振り返り、やばい、 OK サインができない。うん、うち、なんかね、ここが痛いっていうよりかはここが痛いの、ここって折れる、ここって骨ある、あるよね、そうあるね、知ってる。ここが痛いの、ここを、え、違うな、ここだ、ここ、ここが痛いの、ここをグッと押したら死んじゃう。ここは別に痛くないし、ここ、ここ回せるし、ウェーってできるんだけど、ここが痛い。色変わってる？でもこっちもちょっと青いよ。あ、濃いね。あ、でも同じじゃない？あ、やばい、色性補正やろ。なんかね、もともとここ血液が循環してるからさ、なんか青たんなのか血液なのかちょっとわかんない。
明日とかちょっと時間が経ったらもっと分かりやすくなるのかなと思ってる。では瀬戸宗聞きたいと思います。明日お話し会来る人は、私ファンの方の話とか面白かったら「わあ!」ってやっちゃう時に「いて!」って言ってるかもしれないけども、スルーしていいから心配しなくていいからもう癖なのよ、笑う時にパチパチするの。そうそう、癖なのよ。明日お話し会来る人は、あの多分みんな面白いから、私のことを笑かさないのは無理だと思うからでも本当マネージャーさんとちゃんと明日見てもらう。でシップ買いに行く明日。スプレータイプしかないからさ。てかもしかしたらここつけたままやってるかもしらん。確かに握手会、あでも握手会じゃなくてお話し会だとしても、逆だね、お話し会じゃなくて握手会だとしても、こっちでやって添えるだけなら、でも多分そのこう両手で包み込んでギュッてしてくれる方もいるから、そういう方のために多分後ろに張り紙貼るかな。右手を痛めておりますって右手を痛めておるので優しく触れてねっていう多分張り紙してたと思う。絶対胸聞くって何回やるんだこのくだり。1月27日水曜日の石田みなみの瀬戸胸を聞きます。10秒数えてゼロのタイミングでポチッと押すので、皆さん198765431で押しちゃダメだよ、ゼロで。いくよ、10987654321ゼロ。はい、今週も間違いなかった。瀬戸胸、声がバグる、ヘッドホンしてたら。瀬戸胸、今年23歳。お、一視聴者として聞くわ。うんうん、こんので食べなかったトマト、トマト嫌いなんだこの子うん、魚、はあ、分かるそう、確かありえないよね。うん、そう、率先して食べてるの、貝とか。で無理だった無理だったうんうん、よろしくお願いします。医療と教育の神戸時和大学の提供でお送りします。今日なんかさ、表情筋がめっちゃ緩いなんかうわーとかうわーとかそう、なんか私嫌いなものが多いっていうよりか食わず嫌いが多いんだよね。あ、始まる始まる。水曜日はアニメと漫画について語っていく曜日なのですが、これまでテンプレだから進撃の巨人2週目うん、出会い、出会い、どうやって出会ったのほうほう、末っ子なのねうるさいねうんうん、そう、うげーって見られてた。うん、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 アニメ化されてなかった。
そう。そう、マウント取られたんですよね、マウント。お姉ちゃんに。そう、不純な動機から読み始めました、進撃の巨人。すごいよね、進撃の巨人って。気が読めない、本当に。そう。ふんふん。ね、漫画家さんの頭の中入りたい。そう、私テンションやばいな。じゃあこれもあれだ、20連発を取ったわ。そう、もう撮った、今日ストーリー版の進撃3週目。違うな。早い愛で言うてやいってグローリア Oh my fly high and be dizzy You then they stand calmドゥドゥアイ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 。無意味なしであったと言わせない最後の一人になるまでファニスティアディアスプリンゲンデアファニスティジンビアスプリンゲン両手にはグロリア歌うのは地中にはほあ違った法律は最後だ。握りしめた決意を左胸に切り裂くのはで、あもうやばい。ドイツ語。So cute, oh my, would you get a fly high? I, 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 いた。打った。でででああ私がやってきた。鳥は飛ぶためにその殻を破ってきた。無様に血を這うダメじゃないだろう。お前の翼は何のためにある。カゴの中の空は狭すぎるの。 D フライハートはデアドット D バイ D ジーゼリンガ D フライハートはデアドットイザホライスアイ。何のために生まれてきたのかなんて小難しいことはわかんないけど
たとえそれが過ちだったとしても、何のために生きているかはわかる、それは理屈じゃない存在への自由。わあ、ラジオラジオラジオ終わっちゃう終わっちゃう、バイバーイやっぱアニメいいな、一緒にテンション上がるわ。テテ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 テ、楽しかった今日も。来週の選曲もいいと思う。めっちゃね、でもね、選曲迷った。ね、本当は3週目この曲にしようって決めてたやつがあったんだけど、いざ今日収録してみて、話の内容、話のなんか流れとか見たら、この曲じゃないなって、この曲をここで持ってきたら世界観が変わってしまうと思ったから。急遽変えて持ってきたのがあの曲です隠された真実は衝撃の子をした奪わへんああ変なとこ行っちゃった。奪われたその地平と、あれ歌詞合ってるかな。世界を望む、止めた、あ違う、あ違うわ、エーレンじゃねえわ、今歌詞見た、ここがティターネな光に潜むティターネ、崩れ去る豪邸がね、迷いを抱きながら、それでもなお自由へ進め、痛み理解ない上海ソテンファンテンファンミスティビルジ、両手にはイーストメン、歌うの終わり、切り裂くのは法律をデスフライ、はい合ってる合ってた、背中には切り裂くだって背中にはだった世界つなぐ鎖を斧の胸に奏でるのヒントフロンティアムクリア、ここね、なんかね、文字わかっててもね、早すぎて意味がソキューオーマイフリューゲルフリューゲルデアフライハイフリューゲルフリューゲルデアフライハイとフリューゲルフライデアが入らないんだよね、どうやっても何の話だよって興味ねえよって興味ねえよって言ってて、そうカラオケであかりんがめちゃくちゃ褒めてくれる、こんなに褒めてくれるってぐらいあかりんがめちゃくちゃ褒めてくれる、私絶対なんかあかりんとカラオケ行くのが一番好きで、そうなんかめちゃくちゃ褒めてくれる、なんかすごいよ高木にしなみたいなずっと言ってくれる26分、カラオケでもしようかな、あイベント七並べのイベントしてるから、なんかイベント的には今終わって30分七並べするのが正しいのかもしれないけど、ね、全部楽しもうっていう精神だから、この毎週木曜日は七並べのイベントがある前からやってたことだし、なんかそこをイベントがあるからっておさなりにするのは今までの私の否定してるから嫌です、なので今日は0時までします。なんかご飯食べたいとか明日早いとかだと終わるけど、
11時半で虹色の日でもね。でも今日喉がさ、なんかラジオ撮ってて今日ね、今日声の調子めっちゃ良くてウェーってなってて、で3時間ぐらいにマネージャーさんからなんかちょっとやり直しが来たから、じゃあここだけ撮り直しますって言って、撮り直したら3時間で私の声が劣化してさっきと同じ声が出ないっていうさっきと同じ声が出ないっていうってなってた。あっ、ね、めちゃくちゃ待たした、ちょっと1時間待ってくださいみたいな。すごい、ホムラが2位だ。でも特に歌いたい曲もって言われてもな。私片思いの入り口やりたいんだよな、歌ったことないし。なんかね、片思いの入り口の暗闇のシングル、違うカップリング曲なんだけど、なんかねその時出たカップリング4曲のうち3曲はアンダートして入ったことあるんだけど、片思いだけない。ああおー高いなこれ。教室から何が見える、これはのんちゃんのこれが可愛い。えこれダメだ、泣いちゃう。浮いてるか彼女はそこにいるのか、片思い不良かな。クラス替えして C 組の僕は彼女の様子がわからない。会えなくなってやっと気づいた、その興味とは好きだってことは、気のせいか声が聞こえたような、当たりの感知っていたような、いつだって彼女を探そうとして、そばにいるとただの友達でも離れた分過敏になってる。恋あってのない気分に感じて、あってる、あってる、凍っている何が見える、悲しい風揺れる枝のつぼみを、ハラフラフラと湧き出る不思議、ねじみみたいな桜の木、切な悲しく何をしていてもになってしまう、2番分かる、ストップストップストップ、あーストップストップ、踊りたい、片思いの入り口一番やりたい。今はただ私のやりたい願望で歌っただけ。ねえ、シンドバッド入れてよ。あと2曲入れてよ、片思いしか増えてないわ。なんか片思いすればなかったなと思って、あるかなって見に行ったらなかった。シンドバッドめちゃくちゃ好きなんだけどな、シンドバッドめちゃくちゃ好きだけど、スタッフさんが好きなのめちゃくちゃ原点で、いろんなところに原点入れてるから、シンドバッドも入れてよっていつも思う。だから原点をなんか本当に私 STU のスタッフさんめちゃくちゃ原点好きなんですよ。それはめちゃくちゃいいけど、制服の重さ覚えてるっていう。そう、制服の重さも入れてよって。なんかこの前の武道館でも入ってたし、セルアミでも入ってるし、いいんだけどね、制服の方さ折り目だからさ。ちょっと入れておくれよっていつも思うし、一回これを藪下って言ってて、藪下センターなよ、やりたいよってちょっとって言ってた。そうでもなんか武道館のなんか今なんかセトリをメンバーで決めたいってずっと言ってて、でそれほんとずっと言ってたけど実行されることがなくて、で私ちょっと直談判で武道館の瀬戸りの会議にみちとあかりを入れてくださいって言ってたんだけど、どうだったんだろうね、みちが知らなかった点があったから多分入ってない気がする。4周年ね、まだ全貌知らないけど
あ、炎上路線あるじゃん。 炎上路線歌ったことない。ユニットでやってるよ今、炎上路線。踊れる、踊れるね。歌えなかった歌えなかった、悲しい。フルでユニットやりたいな。あ、待って、電波めちゃくちゃ悪い。あ、この前やろうとして歌わなかったやつ歌おう。やろうとして流すだけ流して時間がなくて歌えなかったから歌おう。失って立ち尽くしていた。何から先に手をつければいい。絶望の中に光を探す。あ、いけた。どこかに神がいるなら、もう一度新しい世界をこの地に開かせてくれ。重荷が落ちる命の息吹。それでも私は強く生きてゆく。たった一つ念がをつむことから
しさを生むんだ。誰から先に抱きしめれない、ぬくもりの中で夢を語ろう。あふれた涙の分だけ何かを背負わせてほしいよ。傍観者にはならない。消えるんだろうってぐらい消えるよね。久々に踊るダンスとか全然踊れないもん。でも一回ね、振り入れじゃない、振り起こししたらもう踊れる。何歌おうかな。40分か。てててててててだってこわふれチラシ。コンタクト入れてないからちょっと見えない。すげえ、桜の花びら前田敦子ソロバージョン歌ったことあるね。で私カラオケでこれ歌うとき絶対前田敦子さんのソロバージョンを入れる。なんか私今過去に帰ってる。あ、生誕祭だ。今日うららかなひだまり、あとわずかの春のカレンダー。授業中見渡せば同じ制服着た仲間たちが大人に見える。それぞれの未来へと桜の花びらたちが咲く頃、どこかで希望の鐘が鳴り響く。私たちに明日の自由と勇気を
らの花びらたちが咲く頃、どこかで誰かがきっと祈ってる。新しい世界のドアを自分のその手で開くこと。私あっちゃん推しだったものです。はい、始まる。喧嘩してでは噛んだからおしまい。噛んだ。めっちゃ普通に噛んだ。でもなんか周りがすごい大島優子さんと前田敦子さんでクラスでなんか半々だった。でなんか前田敦子さんが卒業して48グループから離れて、そんな時に離れたくせになんか48ショー見てるか本当に離れてるか分かんないんだけど、48ショーなんか、なんかなんで見たんかな。でも全然なんか知らないな、なんか知らない人たちばっかだと思って見てて、知らない人たちっていうかなんか知らない曲ばっかだと思って、なんとなく AKB48 ショーを見てたら渚、渋谷渚さんがね出てて、渚柊さんも出てて、渚柊さんと同じ人だ、2人だ。柊さんも出てて、柊さん出てたっけ。まあとりあえず可愛さに打ちのめされてすぐ調べて名前手に入れて、なんか私が48に戻ってこれたのは渚さん。そうなんですよ。鼻かゆい。そうで、あの曲じゃなくてコント、そのホテイトショーさんはコントがあったから、それでなんかさやかさんとふうさん、やぐらふうこさんと多分なぎしゅうさんかな、人間違えてた、マジごめんなさい。ちゅうさんいたっけ、みるるんさんだっけな、わかんない。ちょっとなぎささんはめっちゃ覚えてる。でめちゃくちゃめちゃくちゃコント面白くて、そう面白くて可愛くとか、この方は何者なんだと思って調べて、ただ、ね、B2 さんの存在を知って、そうもう45分じゃん。背伸び背伸びしようぜ。だからなんかその時ユニバでライブとかしてて、その時かな、めっちゃ行きたかったもん。そうめちゃくちゃ行きたかったの覚えてる。でなんか私が好きになって一番最初に出たシングルが、なんだっけな、今やる時間こんな時間ない中で、なんか多分なんだけど、ちょっと年数だけ確認する。そう、私が好きになってから発売されたのがちょいお待ちよ、らしくないなんですよ。そうだから高根、なんか渚さんの新選抜の高根りんごの時はまだ知らなくて、けど多分その選抜とか入ってるから多分 AKB48 賞さんとかも出てて、好きになってから、渚さんを好きになってから見たのがらしくない、好きになってから発売されたのがらしくないで、もうめちゃめちゃ可愛くて M ステとかあの衣装が、そうって感じかな。2014年なんだ。てらっしゃる。ってね、本当に、めっちゃ遊びに行こうって言って。次、帰るときあったら絶対いるよって言って。でもなんか、マイクあったら好きそう。
夏曲いいよね。でもね、今回のカップリングのサングラスデイズめちゃめちゃいい。ちょっと時間がないから巻きで。いつもの青よりあふ深い青だ。湾の内側の海は色を変え切る。なぜ恋人たちはここまで来るのだろう。愛をささやく今の見えたらいつも原付バイクを飛ばして家まで帰る道筋、わざと山が喋が出そう。あ、めっちゃ間違えた。テロップ消そうとしてた。でも今パッと浮かばない。今なぜ浮かんだやつ行こう。じゃあ、待って、これあるのかな。間違えた。まだいける。みーちゃんならまだいける。あ、なかった。なんか終わりっぽいからこの曲にしよう。最後、じゃあなんでこの曲噛んだんだ。やばい、漢字が分かんない。漢字じゃねえわ、通りが分かんない。間違えた。時間、通りが分かんない。アホです。あ、合ってた、通り。終わりっぽいから。私終わりはなんかしっとり終わりたいタイプだから。でもないかも。やりたい、もう一回やったことあるんですよ。結構ラップできないですか。10位、シャーキさん。
出してみます。5位、 TOS サイトシさん。4位、ウエプロックさん。3位、ヤニシマさん。2位、ヨウユウさん。そして1位は南国くんさん。早くお話ししたい。知らんけど キャッチフレーズします。私がどこどこって言ったのここだよって言ってください。いきます。あれみんなどこどこ、いつってたいいのかと押してくれてゆう。ありがとうございます。東京出身みこてしかみなみです。私はツイッターとインスタグラムをしているので、まだフォローしてないよって方はよろしくお願いします。明日お話し会参戦する方はぜひお話ししましょう。右手負傷してるんですけど元気です。心は消毒してるんだ。辛くなるだけの恋の犬さ、泣いて流してしまおう。失恋をしたその数だけ、人は誰かと出会うんだ。その不安に負けないで Just be stronger だっけ。うわ、めっちゃ長いのも夕暮が夜に変わる前に、今日のその悲しみは予定でリュックに何か入ってるよね。なんでだ。予知か。ニュータイプ。イエス。2分余ったし。2分余ったし。じゃあさっきコメントにあったから急いでナギーチ歌わじゃん。明るくあろうじゃん。こういう時余るのダサいよね。なんかこれで終わってバイバイで切れるのが一番綺麗なのに。であと言うて1分半。でも全部終わったんかも。最後の最後にいっぱい声出してみーちゃんと暑い夏を食う。噛んだ噛んだ、夏の恋しよう。夏じゃないし全然。灼熱の砂浜にそべった水着場、海のその青さ空まで染みる。散らばったジュベルがキラキラと輝いて、目移りするなら盗んじゃえ。そばにいすぎて慣れてしまった、大事なものがここにここにあるよ。きっとギリギリ思い出せ。バイバイ、おやすみちゃん。